大会4連覇を狙うオレンジのユニフォーム高川学園。挑んだのは創部初の決勝進出を果たした青のユニフォーム早友です。試合が動いたのは前半5分、高川学園はゴール前の混戦から9番ゆくともが押し込み先制点を奪います。食らいつきたい早友は前半14分、10番吉岡が味方とのパス交換からシュート。しかしこれはゴールの左へ外れ、早友は2点ビハインドで試合を折り返します。エンドが変わった後半9分、早友は左サイドを崩されますが、相手のシュートをキーパー東が右足1本でセーブ。守備でチームを盛り立てます。しかし自力で勝る高川学園、前後半合わせて6ゴールで早友を破り、4年連続26回目のインターハイ出場を決めました。自分たちの目標は、県で1位になることじゃなくて、日本で1位になることなので、このインターハイでまず優勝して、冬の選手権につなげれるように、また成長していきたいと思います。一方、初めて決勝を戦った早友、全国出場への思いは冬の選手権にぶつけます。いいプレーしたかったですけど、そうです、負けてしまったんでちょっと悔しいです。しっかりみんなで走って運動量上げて冬に向けて頑張りたいです。優勝した高川学園は来月26日に福島県で開幕するインターハイに出場します。